どうも、こんにちは。作業療法士の今です。今日はですね、認知症予防のお話をしていきます。よくですね、言葉がなかなか出なくなってしまったり、あれだよあれとか、そういうふうに代名詞をどんどん使ってしまう方に向けてですね、今日は脳トレをお伝えしていきます。今日行う脳トレは、僕がですね、まず3つの単語を言います。その単語を駆使して短い文章を作っていただきたいと思います。早速ですね、ちょっとやってみたいと思います。では、その3つの単語というのは、1つ目、夏。そして、2つ目、車。そして、3つ目は、青ですね。この3つの、単語を使って、何か文章を作っていただきます。なので、もしよかったら一緒にですね、やってみましょう。さあ、この、夏、車、青。ですね。順番はもうバラバラでいいので、文章を作ってみましょう。そうするとですね、この言葉をですね、使って頭の中で文、言葉を構築しないといけないので、前頭葉というところをすごく使ったり、あとはですね、背景を思い浮かべようとするので、これはですね、頭頂葉というところを使ったり、もちろん、背景を思い浮かべるということで、記憶力ですね、海馬の方も使ってくれますので、たくさんの場所を使います。そして、こういった脳のですね、たくさんの場所を使えば使うほど、脳の頭の回転というのは速くなりますので、しっかりと、普段使ってない場所ですね、使われてない脳の機能をどんどん使っていきます。さあ、そしたらですね、どうでしょう。文章として何か短いのでもいいから作れたでしょうか。まあ、例えばですね、僕でしたら、夏の日に、車で、とても青くて綺麗な海を見に行きましたとかですね、こういった文章をちょっと思い浮かべたんですけど、これはもう自由な発想で全然いいので、まあ、答えというか、正解は人それぞれだと思いますので、何が合ってるとかではないんですけど、こういうふうに、決められた単語を使って、文章を作っていくという脳トレですね。さあ、そしたらですね、今度は2問目じゃあやってみましょう。では2問目ですね。単語1つ目、温泉。そして2つ目、桜。そして3つ目が電車ですね。さあ、この文章を作ってみましょう。さっきと同じように、順番とかはバラバラでもいいですし、どんどん言葉を付け加えて、自由なね、発想で文章を作っていただきたいと思います。さあ、こちらもですね、どうでしょう。こう、本当に短くてもいいですし、何かこう、すごいストーリーがね、しっかりとした長めの文章でも全然いいので、作ってみましょう。ではどうでしょう。早速ですね、その文章を作れたでしょうか。ちょっと僕の例としてはですね、まあ電車でですね、旅行に行って、温泉に入って、そして綺麗な桜を見ましたとかですね、こういった文章をちょっと僕は思い浮かべましたね。まあ、実際こういう文章を作るとですね、過去に旅行に行ってね、桜を見たとか、温泉に入ったというふうに、昔の記憶も思い浮かされるので、結構記憶力のトレーニングとしても効果的になります。さあ、そしたらですね、実はこれで終わりではなく、ここからがですね、ちょっと、脳トレ、さらにもう一個上の脳トレになります。では、皆さん、今やっていただいた、文章課題の1問目の時ですね。1問目で僕がお伝えした3つの単語、これ何だったか思い出してみてください。はい、僕はこの3つの単語で文章を作ってね、とお伝えしましたけど、じゃあその1問目のですね、単語3つ、何だったでしょう。さあ、これはですね、いわゆるついさっきの、記憶を思い出すですね、早期力という、記憶力のトレーニングになります。さあ、できたらさっきの文章を見ないでですね、答えてくださいね。では、答え合わせをしていきましょう。1問目は、夏。そして、車。そして、青でしたね。はい、この3つがですね、しっかりと思い出せたら、ついさっきの記憶がしっかりと思い出せてる。ちょっと忘れてしまったら、やはりついさっきの記憶が、忘れやすくなってきている状態なので、しっかりと、そこからどんどん認知症にならないようにね、ついさっきの記憶も覚えられるように脳トレをしていただきたいと思います。こういうふうにですね、ちょっと二段構えの脳トレになっておりました。ちなみにですね、じゃあ2問目は何だったか一緒に思い出してみましょう。
はい、どうでしょう、2問目、3つの単語ですね。さあ、一緒に答え合わせをしていきます。では、1つ目は温泉でしたね。そして、2つ目は桜。そして、3つ目は電車でしたね。ついさっきの記憶も思い出すトレーニングにもなりますし、昔の記憶をこう思い出してこう文章を書くような、昔の記憶のトレーニングにもなりますし、文章を構築して、前頭葉とか、頭頂葉とか、いろんなところを鍛える脳トレになっております。このようにですね、あれだよとか、こう言葉がですね、思い出せない方の脳トレだけではなく、実は記憶力のトレーニングにもなっていましたので、ぜひ認知症予防を続けたいという方はですね、こういった形でもトレーニングをしてみてください。はい、ではですね、今日の脳トレはこれで終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。